9月16日、第29期銀河戦本戦 H ブロック10回戦、なめ方正治9段、佐々木勇気7段戦が放映されました。結果は佐々木7段の勝ち。H ブロックで4連勝としました。最終11回戦。佐々木7段は、藤井聡太銀河、前期優勝者と対戦します。 佐々木七段はすでに決勝トーナメント、ベスト16への進出を決めています。最終戦の結果次第で、あともう一人の進出者が決まります。佐々木七段勝ちの場合最終勝ち残り者、佐々木勇気七段、5連勝最多連勝者、森内俊之九段、1勝佐々木七段以外の最多連勝者の中で、最も上位者、 佐々木七段が負けの場合最終勝ち残り者、藤井聡太銀河最多連勝者、佐々木勇気七段、四連勝、藤井聡太銀河から見れば、決勝トーナメントに進むには、勝つしかありません。藤井聡太銀河は、昨年、史上最年少18歳で、初優勝を果たしています。藤井聡太銀河と佐々木七段は、 本局以前に公式戦で2回対戦をしています。2017年には、竜王戦本戦で対戦。デビュー以来無敗で29連勝中だった藤井聡太四段を佐々木五段が止めました。2020年には、B 級二組の開幕1回戦で対戦。藤井聡太七段が佐々木七段に勝ちました。 最近の非公式戦では、両者は第4回アベマトーナメント決勝で対戦しています。最年少名人候補、藤井里下増館、19、受けの鬼、木村一揆九段、48と対戦9月20日。B 級一組5回戦9月20日。東京、将棋会館において、第80基準位戦 B 級一組5回戦。 藤井聡志多造館、19歳木村一期球団、48歳、戦が行われます。今年は、東京オリンピック開催のため、D 級一組は4回戦まで早く進行しました。藤井聡志多造館は、前節、久保俊明球団に勝っています。藤井聡志多造館の順位戦通算成績は42勝2敗、 史上最年少名人候補として、信じられないような成績で勝ち続けています。B 級一組は4回戦から2ヶ月ほどの間が空いて本局以外の5回戦5局が9月16日に行われました。現在の成績上位は5勝0敗の佐々木祐希7段、4勝1敗の千田翔太7段、 藤井聡史多造官が本局に勝つと4勝1敗で先ん7段に並びます。木村9段は過去に A 級5期在籍。前期 b 級一組では8勝4敗で、昇級争い時点という成績でした。今期はここまで1勝2敗と黒星先行ですが、もちろんまだまだ、 昇級の可能性は残されています。両者の過去の対戦成績は、木村石章、藤井聡太六章です。先日行われたアベマトーナメント、非公式戦決勝でも両者は、対戦。超早指しという時間設定で、藤井聡多増館が勝っています。アベマトーナメントとは、対照的に、 順位戦は持ち時間6時間の長丁場です。藤井里下造館の今年度成績は26勝6敗、勝率0。813です。木村球団の今年度成績は15勝9敗、勝率0。625です。将棋会館での対局は、一般的には平日に行われます。 休日に対局がつくということは、どちらかがハードスケジュールだという場合が多い。本局の場合は、両対局者ともに過密日程中です。次のオーディオビデオでお会いしましょう。